タイガーファンディング夢に踏み出せ受験生版タイガーファンディング志願者募集交通意識もあるよ詳しくは概要欄からではどうぞ失礼します今宵も 一人の志願者が学びを叶える軍資金獲得を目指してトラへと挑むまずはご経歴をどうぞ名前が渋谷弘樹年齢は18歳住まいが埼玉県で最終学歴は高卒で現在の職業が IT の専門学生になります今回の希望金額と出資形態を教えてください希望金額は100万円 出資形態は投資でお願いしますあなたの思い描く未来の姿は有名なアニメ声優となって幅広い世代に元気を届けたいですではオールアナスイン新しい未来を掴み取れキャッチザワンド。それではあなたの簡単な経歴を教えてください小中は地元の公立の小,学小中学校を卒業してその後に途中から不登校になった時期もあったってこともあって通信制の高校へ。 進学しましまたそれで今年度の3月に卒業して今は IT の専門学生ですですは今回のプランにについいてて簡単に教えてください今専門学生なんですけどもともと声優になりたいっていうのを夢があったんで声優の3の事務所みたいなところにオーディション行って途中えと合格までしてその後に演技経験はないので養成所入るってそれだったら養成所に入らないといけないってなってそれで必要なお金が80万円 それで来年度の専門学校への必要なお金として20万円も持って100万円です養成所費用をもらいつつ専門学校の来年のおかけ費もってことで、はい、お金が全くなくはいちょっといろいろプレゼンしてほしいなと思いますあんまりなんか破棄がちょっと伝わっていなくて大丈夫なのかなっていうのがあるんですよ <laughs> 家は貧乏今はそうではないんですけど父親が去年度60歳にって定年退職して それで今年か再就職ってなってちょっと家計的にも今までよりは若干落ち着いてしまったのかなっていうのもあってそれプラスまあやっぱり専門学校っていうの結構お金がかかる今年度はもう支払ってもらったんですけどちゃんと払えるとは思うんですけどちょっとよくわかんないちょっとでも家計の足しになればなって思ってますそれで正常は自分が 小さいい交換夢みたいな声優になりたいっていうのがあってそれでちょっと待って今よくわかんないけど、はい、足しになるかもって言ったよねそのそのレベルでここからお金を得ようと思ってるのちょっとやばくないですかああ確かにすごいのが出てくるかもしれないじゃないですか結構,結構やばいですよ多分な和やかになってますけどみんな「あのえみたいにな,なってるんですよあ<ー> けの私の百万は結構やばいですけどね。普通に。僕らをびっくりさせるような、なんか、技とかありますか。ああ、でも、ピカソの本名は言えます。まあ、まあ。びっくりする。でも、声優さんって台本読んで。あれ、見ながら、い。言っていい。です。でも、ピ、ピカソ全然関係ない。謎の特技が出た。それ、それこそ。声優を目指してるんだから。みんなに。 確かに、この声で、こういうね、喋り方するんだったら、声優も可能性あるだろうなって思わせるようなことは、今日できないの。わあ、ちょっと用意してなかった。用意してなくて何かった。パッと思い浮かぶ、アニメのキャラクター。はいうん、オーディションのやつやればいいんじゃないですか。もう一回、合格した。だめ、あ。ワンピースのあれだったんですけど、もうセリフ覚えてない。いや、な、な、ここに書いてある、自分で書いてあるものを、それっぽくなんか。やるとか、うんああ。ここ、ここ、全部さ。 はい、なんかあの、あナレーターっぽくナレーターっぽく読んでもないよちょっと待ってくださいはい、はい、地元の小中学校卒業後、高校は通信制の学校に通い今年の3月に卒業し、4月から IT 系の専門学校に通っています今やってます小学。うが今やってますやってます <laughs> ちょっと待って <laughs>、ね、あのじゃ誰っぽくとか誰っぽく 例えばさ、はい、令和の虎とか、この受験生版のナレーションやってる人がさ。なんとかで、なんとかでとかでやってた <laughs>、はい。ああ、感情込めて。だから、君、今、単に淡々と読んでるだけにしか聞こえてないから。<ー>誰かになり、はい、なった感じで、ちょっと感情込めて、うん。ちょっと読んでみてくる、ねうんない。はい、どうぞ。地元の小中学校を卒業後。高校は通信制の学校に通い、今年の3月に卒業し、4月から。 IT 系の専門学校に通っています声優の養成所に通うための軍資金獲得を目指しタイガーファンディングへと挑む志願者声優の技術を示すチャンス虎たちから与えられた最初の試練の結果ははいとりあえずありがとうえっと僕にはすごく滑舌が悪く聞こえましたが声優をね目指すってことは 埼玉新都心ジャガークリニック理事長鎌倉女子大学教授木下勝東大大学院修了の医学博士鎌倉女子大で養護教諭教員を多く輩出ジャガー横田ファミリーチャンネルで YouTube へ参戦夫婦円満の秘訣も享受する医学教育のの先生に投入平和のジャガーが吠える声優をね目指すってことはやっぱりそれなりに自分も努力したりとかなんていうんですかね 現状でも割とこうあ声を取るなとかあちょっと聞いてていいなとか、まあ、そういうのがあってもいいかなと思うんですけど、まあ、養成所に通うことってね、まあ、なんていうのかなそこに通ってプロになれる人ってどのぐらいいるか多分知,知ってるいや知らないですけど本当僕一部だだとと思思いますすうんですよねその中で君はその養成所に入ってね努力してプロになれると思っていくんですかそうですね もうすごい時間かかってなれない、うん、普通はなれないと思うんですけど、うん、でも頑張りたいと思ってます専門学校の方で頑張るじゃダメなんですか専門学校そうですね今考えているのは夢声優になりたいっていうのは自分の夢ではあるんですけどもちろんそんな簡単じゃないっていうのは分かってるんで本当になれない例えば25とか30まで。 保険のためにってのは分かるんですけど、はいはい、両方僕らが出すのはなんか親,親代わりしすぎてて夢追いかけるんだったら、まあ、分かんないですけど声優の方だけやるべきだと思うしでそっちの費用を工面してもらいながら生活費とか自分で稼ぎますとか両方だって将来の保険も僕らが出すんでしょ でしょうっててこととですよねこれ来年の IT の IT 専門学校ってなると、はい、手に職つけるのも僕らのお金でやってで夢を追いかけるのも僕らのお金でやるとうまくいきそうにないなと思うんですよだから、まあ、いけたらいいなみたいな感じじゃないですかさっきも生活の足しにっていうのもあるんでちょっとふわついちゃってるのと、はい、さっきの声優の何ていうんですか読み上げてもらったやつのみんな感動はしてないんで何かに絞るのかなぜ声優になりたいのかっていう強い思いがあるのかちょっと別軸で何か教えてもらえないですかね。 小学6年生の頃に不登校になってそこでやっぱ家の中にいる時間長くなって塞ぎ込みがちになってしまったんですよその時にネガティブな状況になって自殺願望とかそういう暗い気持ちになった時に少しでもなんか現実を忘れられたり笑顔になったきっかけっていうのがアニメだったんですねそ,れそのアニメを見た時にあ 今その時にこういうキャラクターかっこいいなあこういう声優さんって職業がいいなって思ってそれでその時から今も声優さんになりたいなっていう夢が自分の中であってそれを普通はやっぱり狭きもんじゃないですか本当にたくさんなりたい人もいてでその中で本当売れてるのはごく一番だと思うんですけどそれでも自分はなりたいってう思いは強いっていうのはあります。 そうです生、ね、声優になるためにはいそこで憧れてだから今、えー、18ですよねだから6年ぐらいあったと思うんですけど、はい、声優になりたいって思ったその時はやっぱり軽い気持ちじゃないですけど今ほどそうですね何か行動したいとかっていうのはないんですけどここ3年でやっぱり喉を良くするために舌の運動とかカラオケ行って喉をちゃんと喋れるようにしたりとかそういうなんでしょうね カ,ーーカラオケーのど強くなるのかなって自分でボイスレコーダースマホのアプリでボイスレコーダーで漫画とかを読んでそれで聞いてまあこういう感じなんだって思って練習をしてみたんす多分この虎の皆さんの気持ちとしては先ほどのねこう、まあ、朗読っていうのかなを聞いてそれく努力してきたんだなっていう成果はあんまり感じてないんだけどご自分としてはもっと昔はそれができなかった感じなのかな。 昔は何でしょう国語とかで音読するのと同じぐらい今もそんなよくないとは思ってますな,なんかまあねこう応援してあげたいんだけどなんか向いてるかどうかっていうのはなんかちょっとこうどうなのかなーと IT のほうが向いてるような気がしないでもないんだけどちょっと失礼かな,ー <laughs> なんか最近あの YouTube とか TikTok とかでね、はいあのー 歌うまってて流れてくるじゃないですか<ー>路上ライブとかやってるめっちゃみんなうまいじゃないですか、うん、これすごいなと思うのばっかなんだけどそれでもやっぱりみんなプロになれなくてっていう世界の中で例えばあなたが今やったことで「おいおいめっちゃうまいじゃん」ってみんな思えば多分食いついてるんですよねでも多分反応真逆で「えっ?」みたいなそもそも木下先生おっしゃったように。 君が声優っていう職業に向いてるって多分今のところゼロパワーなんですよみんなが思ってるのは。頑張ればなんとかなるっていう世界ってあるんですか絶対違います 株式会社ドラゴン教育革命代表坂田誠一郎しずる村上の元相方公立小中学校での教室生活を経て法人2社を経営多角的な視点から業界を切るつぶやき発信で広く支持を得る全ては子供たちの笑顔のために教育革命家が受験生の新しい未来を切り開く絶対違いますあの僕声優の業界に詳しいわけじゃないんでそれだけは初めに言っとくけど、はい 僕はお笑いの養成所にねもう20年以上前ですけど入ってね同期が、まあ、ハリセンボンとかいた中で300人以上いたわけですよ圧倒的に面白い同期を見て1ヶ月後には150人になってるわけでどんどんで最終的に僕も途中で辞めてって、うん、で最終的に残るのは数十人なんですよねこれ1年間で80万ですかここの養成所っていうのはそうですね、うん 今の力で僕はっきり言ってあげなきゃいけないなと思ったのは声優には向いててなないいいそれを自分分では分かってないいや正直自分でもそう思ってますね <laughs> やっぱ今この状況で音読して全然ダメだなって思いながらちょっと焦りと不安とかで<笑><笑>いや逆にそれは俺嬉しいのがここまで行って「いやいや私はなれるんです」じゃなかったのがほっとしてて僕はもちろん子どもの夢を応援したいけど。 そういうういいいレベルじゃないですよね声優っていう業界ってて業界だったら厳しく僕は絶対向いてないですにしてここをなんか養成所に通えっていうちょっとそれが嫌ここから1年間でどうにかなるのかなって思っちゃうどうにかかななるのかな80万この1年目の80万は払っちゃってるよね、うん、まだ払ってないです 専門学校の方の今年度がたぶん払ってないと思いますよそっちだけは払っててじゃあまだ養成所には行ってないんだねそうです行ってないです全力で止めましょうで僕はもう止めたくてはいそうね僕もちょっとおめはできいな IT への道の方がまだねなんか変えたいですねいやこの養成所のことを悪く言うつもりはないけれどもこれはビジネスですねそうですそうですね彼を合格させるっていうのは ちょっと僕らの常識からして、はい、あお金目的かなと思っちゃうかなだかプロダクションも全部そうじゃないですかそうなんですよ、ね、本当にあの何にもわからない田舎の子が、うん、受かったって出てきて、はい、その子たちから月にね何万円っていうレッスンフィーを取ってそ,、ね、それでビジネスしてる輩が何ぼでもあるので、うん、そういうことに君も18なら気づくべきやけどな 親にもそれすごい言われる。<laughs> 言われたんかい言われた。言われた。まあ、<laughs> それ絶対やばいやついあ,あそうだよ。うん、それは絶対やばいやつだで親。親はやばいって言ったけど、で受験生場に出て皆さんの共感をい得れるんだったらいけるかもかなと思ってきた。しかも受験はしないっていう。う <laughs> 確かに。しかも受験はしないっていう。<laughs> なんかこれってその。 声優以外でで携わるじゃダメなんすはいはいあ絵描いたりとかそういうその脚本いろ、まあ、あるじゃないですかでそれでも全然委員会かあうそ,そうなん、ね、<laughs> ですよかった <laughs> よかった養成所での学びを叶え声優を目指したい夢を語る志願者対する虎たちは愛を持って全力で止めるすれ違いが生まれるタイガーファンディング 物語は中盤戦へと突入する相当やばいっす彼僕の目から見てて